都議会公明党の提案でできたのが、不登校の生徒のためのチャレンジスクール。まあ、ちょっと怠けてしまった学力不足の生徒のためのエンカレッジスクール。それから3部制の昼夜間定時制高校、総合学科高校、あるいは通信制の、教育と、生徒一人一人が多様に、まあ、いろいろ弾力的に高校の、設置を、尽力をしてきた経緯がございます。中途退学に至った原因っていうのが何かというと、例えば人付き合いがうまくいかないとか、規則正しい生活が送れないとか、あるいは勉強する意味がわからないとか、学校に自分の居場所がないとか、そういうことがさまざまな原因であるようです。雇用に関してはもうせっかく、就職できたにもかかわらず、長続きしない、すぐに辞めてしまうと。まあ、そうならないためには、人間関係をうまく調整していく力が必要ではないかと思っております。これは幼少期からの体験活動が大事です。自然とか動物とかと触れ合ったり、あるいはお年寄りとの交流、あるいは友達作り等と、人との接し方を学んで、まあ、成長していくことが大事だと思っております。また、朝起きられないとか、規則正しい生活をしなければいけないということは、やはり家庭のしつけ等にも関係しておりますが、基本的な生活習慣の確立が大事です。メンタル的にも弱い子供も多くて、挫折感を味わって、自分を肯定できないというような要素などがございます。